クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、株式会社リンクは麹町にあるオフィス、不動産関係のことならお任せ。クリスタルプロデュースの企画 C3、 手作りから潜在意識の開花まで、ここにしかないクラスやイベント開催中。ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネスコミュニケーション講座も人気です。子犬の保育園、ドッグイベント開催のドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営する GoGoOnes。 クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか？クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはキリンホームページ、または Facebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。ではハートフル入ってきます。はい、業務連絡、業務連絡。いまだニャーナ隊長が極秘訓練でちょっとマッチョになるんじゃないかとハートフル対サンゴ桃色ようです。私の名シーン劇場も、まあ、賛否両論中ではございますけれども、まあ、こう見えてハートは強いと思うので、どうか長い目、広い心で見て聞いてください。そしてこの模様は YouTube でもアップ中です。クリスタルレインボークラブで検索検索。さて、今回私のお届けするお話は、桃色名シーン劇場第6弾、白雪姫。こんにちは。メドキャラごめんなさい。でも、中には誰も入れられないの。7人の小人さんたちが気にしたのよ。どっちもいいよ。まもなくリンゴをおしまいにするからさ、俺、一つあげるよ。ダメよ。私は何ももらっちゃいけないの。毒があると思うのかい？俺、リンゴを半分に割るよ。あんたは赤い方食べない、私は白い方食べるからさ。ねえ、大丈夫だろう。分かったわ、ありがとう。毒は赤い方にしか塗ってないのさ。今度は小人たちはお前を二度と目覚めさせられないよ。桃色の白雪姫、いかがでしたでしょうか？次回もお楽しみに。ハートフル対サンゴ桃色色でした。あのシーンあった？どうでしょうね。あれがあのシーンなの？だと思いますけどね。途中で終わりましたね。いいな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 。